はいどうも、ゴーゴー TV のゴーです。今日はこちらガシャポンゴーストアイコン12を回してきたんで開封していきたいと思います。こちら、本当は再販ばっかりなんで買う予定なかったんですけど、なんかどうしてもこの前のテレビ放送を見た時にブランクが15個並んでるやつを見てめちゃくちゃ欲しくなったんで、ちょっと10回ほど回してきたんでちょっと開封していきたいと思います。それでまず一番初めはこちら、ダブルゴーストアイコン。一応ダブルは僕1個しか持ってなかったんで、OK でしょう。で、ちょっと遅くなりましたけど、ラインナップの方がこちら、ぼやけてミスですね。エジソン、ケミコ、ツタンカーメン、信長、フーディーニ、グリム、三蔵、ダブル、ガイム、ブランクとなってます。一応狙いとしては、今ちょっとダブル出ちゃったんですけど、ダブルとガイムが1種類ずつしか持ってないんで、出ればいいなって感じと、あとブランク出れば儲けもんかなって感じで回してきました。じゃあ2個目いきましょう。なんとなく色合いで分かっちゃいました。こちらですね、ヒミコです。じゃあ3つ目いきましょう。最近のガシャポンのやつって結構こう取った瞬間に色合いで分かっちゃうやつが多いんでちょっと残念ですよね。で3つ目がガイム、ガイムが出ました。ほぼ音声的にはガイムというよりもバロンって感じですけど。じゃあ3つ目いきましょう。4つ目いきましょう。4つ目は何が出たかな。この前のテレビ本編ってブランクが自分で出てたのが、くれって感じで見てたんですけど、やっぱ今回もブランク再販とはいえども30個中1個しか入ってないっていうのが出てるんで、またレアですよね。4つ目がフーティーヌですね。5つ目いきましょう。フーディーニかぶりましたね。7つ目いきましょう。正直今回再販のやつは、ゴーストアイコン自体が普通に販売されてるやつは全部持ってるんで回す必要ないなと思ったんですけど、6つ目がダブル、ダブりましたね。7つ目いきましょう。全部持ってたんで、回さんでいいかなと思ったんですけど、このガシャガシャ回したところがほぼ満タン状態だったんで、ちょっとやっぱブランク欲しいなと思って、満タン状態で10回やって出れば儲けなのかなと思って回しました。7つ目、エジソン。グリムですね。グリムゴーストアイコン。9つ目いきたいと思います。何か。9つ目、ダブルですね。ダブル3つ。
まあダブル僕平成ライダーの中では一番好きなんで、まあ別に被ってもそんな苦ではないですね。じゃあ最後一つ挙げていきたいと思います。最後一つはと最後の一つもダブルです。なんとダブル4つ。これ30個開封の人の動画確かもう一回見たことあるんですけど、レジェンド系が確か今回4つ入ってて、そのうちのダブル全部ってことは、僕の後にやった人がもしレジェンド欲しかったらもうダブル全然入ってないって状態ですね。ほとんどいっぱいの状態だったんで、かわいそうやな。という感じで、まあ、結果は、ダブルゴーストアイコンが4つ、グリム1つ、卑弥呼1つ、エジソン1つ、ガイム1つの、フリミ2つの、まあ、そういう結果になりました。まあ、一応、まあ、予定なんですけど、明日、一応シェイクスピアアイコン狙いに、ユニクロに買いに行こうかなと思ってるんで、まあ、そちらもゲットできればまたレビューしていきたいと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。